皆さん投資の隠れ家いようこそ。今日も皆さんにとっておきの情報をお届けしていきますので、最後まで耳を澄ましてご視聴いただけると幸いです。まず、今日の AI 予想はしっかりと予想を当てることができています。このことに対して評価をいただける場合は、高評価ボタンを押してください。 さて13日の東京株式市場で日経平均株価は反落しました前日百276円53銭安の2万8489円13銭とこの日の安値券で取引を終えました下げ幅としては大引け間際に300円を超えました国内で新型コロナウイルスの感染が急拡大しており内需系銘柄に売りが広がったとみています米国長期金利の上昇への警戒感も強くなっており ロース成長株にも値下がりがり目立っていました東京都が13日に開催した新型コロナウイルスの感染状況を分析するモニタリング会議では現在の感染状況が続けばなんと1週間後の20日には都内の新規感染者数は9500人を超えるとの試算が示されています。国内景気の回復期待が後退しており セブンアイなどの小売株や JR 東海などの鉄道株が大きく下落していますインフレ抑制のため米国連邦準備理事会 FRB は早期の利上げと量的緩和の縮小 QT の必要に迫られています足元では1.7%台にある米国長期金利が一段と上昇するとの懸念は拭えていませんキーエンスやリクルートなどの高 PER 株価収益率 銘柄が値を下げているのが今日の注目ポイントです。反面、足元の資源高や米国長期金利の上昇によるバリュー、割安、株買いの流れがしっかりと出てきており、総合商社株や素材関連株の一角は上昇しています。重要イベントを控えて、指数は下げ、1巡後に小さな動きとなりました。指数寄与度の高いファーストリテイリングが引け後に決算発表を実施しています。台湾石体電路製造 TSMC による設備投資の計画公表も控えており、様子見ムードが広がったようです。JPX 日経インデックス400は反落し、トピックスも反落して前日比で13.78ポイント安の2005.58で取引を終えています。東証一部の売買代金は概算で2兆7679億円となっており、売買高は11億6357万株でした。 当初一部の値下がり銘柄数は1605と全体の7割を超えています逆に値上がりは500に変わらずは78銘柄となっています安川電機イオン東宝など直近に決算を発表した銘柄の値下がりが目立っていますまた M3 資生堂オムロンも下落しています明日はオプション SQ の算出日となっていますが今日の値動きはあまり SQ を感じさせない動きとなっています 今日は下落したものの、明日は大幅な反発が予想されますので、しっかりと資産形成に役立ててくださいね。では、明日も絶対見てください。いいか、お前ら、株式投資は完全に自己責任だぞ。自分で考え、自分で決めろよ。絶対人のせいにすんなよ。じゃあ、明日も絶対見てくれよな。